今日はね尾崎さんに来ていただきました。まあやっぱりあれだよね、はい、お父様は僕も大ファンでしたので、まあ今ももちろん大ファンですけど、あの歌わせていただいて、オーマイリトルガールとかね、まあ、I love you もそうだけど、たくさんの曲をまあ歌わせていただいて、とってもやっぱり時代を作ったアーティストのもう特に何だろうな、中核にいた方なんじゃないかなと思いますよね。あの時代って多分不良とかそういうのがすごくこうまだこうなんていうのか、のりしろとしてロックと不良とかっていうのがこうリンクしてた時代なんですよ。多分今の尾崎くんの時代ってまあ変な話突っ張りなんていない時代じゃない、東京リベンジャーズぐらいですよね、うん、そうね、現代版、そうそう、だからなんか昔ってこうなんか先輩の革ジャンをもらってバイクに乗るとかなんかこういろいろそういうなんか儀式的なものもあったりして、なるほどなるほど、だからその歌ってたあの時代背景の歌詞っていうのが僕なんかにはもうドンピシャでハマって、別に不良じゃなくてもね、はいはい、ちょっと反抗心が出る頃に、なるほど、まさにお父さんが歌われてた歌詞の世界っていうのはもうドンピシャのこう昭和の、あの80年代を駆け抜けてたあの時代を象徴してる歌詞でしたよね。ですごくリアルだなと思ったのはやっぱりそのアーティストとしてなんかね、豊さんお父様はね、うん、悲しい曲とかそういう曲をちょっとこう笑顔で歌ったりするんだよね。あ、それがこう歌い出した時にちょっと口元が緩んでる、その悪い意味でじゃなくてなんかね、うん、人生をこうなんていうのかな、悲しい曲を悲しく歌うってまあ当たり前なんだけど、うん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 、それを逆にこう笑顔でライブシーンで歌われるとね、悲しみが倍増するっていうのかな、逆に、そう、あれは僕にとってすごくあのインパクトがありましたよ。他のアーティストであんまり見たことなくて、あ、悲しい曲は笑って歌うんだな、微笑んで歌うんだなってすごく教えてもらった記憶がありますね。そこまであの逆に見たことなかったかもしれないです結構ね、いろんな場面でね、支配から卒業って歌ってるんだけどちょっとニヤッとしてたりとか、うんうん、そういうのがまたね、いいんですよ。すごい、やっぱその着目するところが、うんうん、なかなかやっぱ詩的ですね。そうかな、そうか僕、まあ、全寮制の学校にいて、うん、ほとんどアメリカ人しかいなかったんですけど、うんうん、日本人の生徒がまあ1人か2人ぐらい他にいたんですよ、僕と別で、うん、でその彼が日本から転校したってことで、あのなんか今の日本の音楽教えてって、うんうん、3つアルバム渡されて、それがビーズとグレートルナシーだったんですよ、マザーのアルバムで、その時だから聞いてて、うん、あ、日本って今これが流行ってんだみたいな感じで、あの過ごしましたね。そのアルバムを聴かせてもらったのは僕が12歳とか3歳の時で、あ、なるほどなるほど、こうやってどんどんと輸出されていくのは嬉しいな。輸出、あの繋がっていくこともねすごいですけど、うん、輸出、そうですよね、輸出。